こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。うつ病の予防のお話です。最近の疫学的な研究で、うつ病は一生のうち女性で5人に1人、男性で10人に1人が罹患することが報告されています。児童期から老年期までどの年齢でも発症が認められていますが、やはり社会的な責任が重くなる中年期が一つのピークになります。病院としては、生理学的には 遺伝的要因と神経伝達物質の要因があります。近年、うつ病になると、脳内のセロトニンやノルアデナニンの機能的な欠乏が明らかになり、そのプロセスも解明されてきて、薬も開発されてきました。社会的・心理的要因としては、メランコリー神話性の性格、人に気を使う、頑張りすぎる、完璧主義などが挙げられます。いずれにしても、うつ病の予防は 心身の疲労を伴うストレスが長引くとなりやすいことは分かっているのでストレスをためないことが大切です。というもののうつ病の予防が難しいのはストレスの原因になる仕事や人間関係などを自分でコントロールできない場合が多いことにあります。そそこでで最近うつ病ににに良いいいいと言われれれれてててるる食べ物が注目さまますそれは魚で特に青魚特青多く含ササヘキサ酸 DHA です。1999年には、DHA などのオメガ酸・脂肪酸の投与によりうつ症状が改善するという結果がアメリカで発表されました。しかも副作用が全くなかったのです。また、魚の消費量の多い国々では、産後うつ病の発症が低いという研究結果も出ています。妊娠中は胎児の成長のために DHA を消費するので、 母体は dha 欠乏症になって、産後うつ病になりやすいのに魚を多く食べることで不足が補われていると考えられます。dha はうつ病の予防のほかにも脳内の神経回路の発達や脳機能の改善を促す働きがありますし、ボケ防止になるという一石二鳥にもなる物質なのです。最近、日本人の魚離れが言われていますが、うつ病の予防も期待できる。 サバ、イワシ、サンマなどを数多く食卓に上がらせたいものですでは本日のお話はこれで終わります